はい、それではね、こちらイタリア製の、ウールコンのね、こうボンディングニットっていうね、あの生地の紹介になります。で、この生地ね、すごくこう特徴的で、まあ、スラニーってね、もうとにかくね、いろんなところから仕入れてるんですよね。もうとにかくいろんな素材ちょっとでもね、あれば、私結構ね、全国いろいろなところから仕入れしてるんですけども、これもね、実はこうアパレルでね、こう使った生地のこう残りを少量なんですけど、ちょっと仕入れた生地なんですよね。まあ、アパレルならではのね、生地専用ではね、なかなかこうないね、本当にこう、特殊な素材になるんですけども、まずね、一番の特徴的なこのね、ボンディングっていうね、生地の名前なんですけども、まあ、2枚の生地をこうボンディングしてるんですよね。キルトとはまたちょっと違うんですけども、表がね、質感の高いウールコンニットになります。で、裏がね、こう、さらっとした素材の生地をこうボンディングしてるんですよね。で、これ多分、おそらくですね、ジャケットとかコートをこう作るためにね、多分作った生地だと思うんですよね。表はこう、素材感のある生地ですよね。で、裏がね、こう、肌にこう、当たるところはね、さらっとしたね、質感っていうのをね、テーマに多分作った生地だと思うんですけども、ぜひね、これはね、ジャケットコートにね、こう、作っていただきたいなと思います。あとはね、この質感を生かしてね、バッグなんかもね、すごくいいんじゃないかなと思います。で、カラーもね、すごくいいんですよね。こう、黒とね、こう、ワインレッドの深みのあるね、すごくね、イタリアならではのなんかこう、質感のね、こう、高い、こうカラーなんじゃないかなと思います。はい、それではね、次厚みなんですけども、厚みの方はね、どちらかというとしっかり感のあるね厚みになってます、ね。ただニット素材なので厚みの割にね、こう硬さとかがなく、触っていてもめちゃくちゃこう柔らかいんですよね。なのでアウターってね、結構重いイメージあるんですけども、これね、かなり着やすいアウターがね、できると思います。ぜひね、その辺もね、参考にしていただければなと思います。はい。で、生地幅もね、これ、すごくこう広くてね、こう150センチありますので、容赦くね、余裕を持って使っていただけると思います。はい、以上になります。